どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グール RE Call to Exist、霧島東海 RE バージョンを使って、今回こちらのキャラクターの魅力解説の方をやっていきたいと思います。では、行きましょう。東海ちゃんのね、3D モデルガチで可愛いんだよな。腰に手を当ててる感じが。うん。ちょっと見てみよう。まじまじと見てみよう。この、下からの角度。可愛くないか？この 3D モデル。インボケもこんな感じだったかな？立ち絵。立ち絵っていうか。立ちモーション、まず通常攻撃ですが、パンチパンチキック、パンチパンチキックですね。これはインボケの時も同じかな。うかくだけど、遠くから打たずに敵に近づいて素早い攻撃で戦うっていう、ポン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 で、格納攻撃1が、はい、見えるかな。放射線状に広がるうかくをなんかジャンってショットガンみたいに放ってるんだけど、見えますかね。で、これを長押しすると、こんな感じずーっと打ちながら、角度変えながらね、打てます。指切りで打つと、ショットガンみたいにザーンって打って、長押しすると、バラバラーってこう角度変えながら、まあこれね、距離が出ないんですよね、あんまり。うん、遠くの敵には打てない。水液を入れて、で、ユニークアクション2、格納攻撃2つ目が、飛び上がって、広範囲に迂闊をばらまきます。はい、バラ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 。こんな感じですね。はいはいはい。まあ、あやともこんな感じだったのかな。兄弟揃ってモーションはよく似た感じなんでしょうか。んーで、必殺技次に見せたいね。なんかいっぱい敵がバラバラ出てきてくれた時にやりたいが、まあ、射撃見せておこうか。射撃は、まあ、うかくの射撃ですね。こんな感じで。はいはいはい、バラ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 と。こんな感じです。んー、じゃあそろそろ必殺技使っていこうか。必殺技は、突っ込んで、バラ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 っとこう、すげえ、広範囲に、なんか、なんて言うんだろう、この、羽をなぎ払う。うん、片翼とかじゃった、片翼だから。片翼のカグネをなぎ払って、爆散みたいな。もうね、何やってんのかね、いまいちね、よくわかってないんだけど。多分そうだと思う。なぎ払ってるんだと思う、この片翼で。で、あとは覚醒だね。覚醒見せたいんだけど、これグールだからさ、降りてきてよ、早く。ゲージがね、追撃ではたまんないですよ。あ、これチャンスですね。ニシキが捕まえてくれてる間に、いやー、ちょっと待って。くっそ、ニシキが捕まえてくれてる間にさ、この、連続打ちで、俺はドゥルルルルルルル、ゼロ距離10日版ゼロ距離ボンバー。ボンバーじゃねえな。はいはいはい。はい。追撃もちゃっかり入れて、バラ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 、こんな感じでね、ゼロ距離で、うかくを全弾ぶち込むとゴリッゴリに HP 削れっから。はい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 。まあやっぱり、距離が短すぎるかなとは思うんですけどね。はいはい。いやでも、トーカちゃんの目玉やっぱあれだな。なんといってもやっぱあの必殺技でしょ。必殺技突っ込んでいって、やべえ、こいつら、頭使ってきやがった。やるしガスか。おい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 。トーカちゃんはもともとよ、こっちも強いんだぞ、この。なんで、格闘系。はいはいはい。はいはいはい。もうちょいこれコンボ数増やしてほしかったんだが。やばい、これステップも踏めないな。CRC ガスを出されてると、ステップすら踏めないっていう。やべえ、これ。このマップ失敗だ。狭すぎる。あの必殺技ゲージがな、溜まるあの、弾を出してくれないと。ザコが、はい。はい、カグネ復活。覚醒まで持っていけないんだけど。あれはランダムドロップなのかな？特定の敵は出してくれるとかじゃなくて。おい。おい。来た来た来た。あれ？これ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 。よしよしよし。あとは、必殺技が、よいしょ。いやー、暴走排水出てるね。暴走排水出たの初めてじゃないか。はい。ほいほいほい。はいはい。ザン。ちょ、追撃入れたい。いやー、これ、排水かもしかして。いやー、マジか。排水に入れるつもりなかったんだけどな。もうちょい攻撃ぶち込んでから入れたかった。はい。やばい！いやー、ちょっと待って待って待って。やられちまったわ。お返しです。はい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 。あ、全然当たってない。おい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 。ザンザン。はい、おいおい、ザンツ、OK、覚醒ゲージマックスになったね。じゃあ、覚醒していこうか。トーカちゃんを覚醒させていく。かわいい。この覚醒時のモーションよ。おいおいおい、
おら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 。まあ、トーカちゃんもあれかな。基本的にステータスアップかな。全部の。で、はい、線に追撃を。あ、消えちゃった。はい、ザン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 。バラ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 。そんな敵湧いてないから、あんまり、効力がわかんないけど。ほいほいほい。はいはいはい。はいはい。あのね、うかくのキャラはトーカちゃんもそうなんですけど、カグネをちょっとしまってほしいな。いつしまってくれる？今、カグネが出てる状態なんですけど、カグネが出てない今の状態、この状態でステップを踏むんですね。バツをダブルタップ。すると、カグネがこう、バサーって出たり、まあ、うかくに限んねえか。グールは全員そうなのかな。トーカちゃんだったらステップ踏むと側転みたいな感じになるんですけど、その時にカグネが出るのがなかなか好きですね。うん。というわけで、お疲れ様でした。今回は、霧島トーカ RE バージョンの、魅力解説でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。